これからどうすべきかずっと迷ってたけど、やっぱり仲間を見捨てることなんてできないよな。たくま、それじゃ。今までだって何度も危険な目に遭ってきたけど、その度仲間に助けられてここまで来た。その仲間に危機が迫ってるなら、今度は僕らが助けなきゃな。三人であっちの世界に、僕たちの仲間のもとに戻って。私もずっとみんなに助けてもらってばっかりだったけど、今度は私も一緒に戦うから。みんなを助けるために、大事な弟を助けるために。ああ、僕が全力でみゆきを手伝うよ。それでまずはどうすればいいんだ？広い光に飛び込んで、あっちの世界に帰る。そうでしょ、みゆき？うん、はぐれないように手をつないで。わ、なんだよこんな時に電話って。で、母さんから？うわ、まだ鳴ってる。ごめん、ちょっと待ってて。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。もしもし、母さん？あ、たくま？お母さん、たくまが帰ってくるのってさ、明日だっけ？明後日だっけ？預かってたプリントどっかやっちゃって、お母さんもたくまのこと言えないわね。あ、明日だよ。明日には必ず帰るから、それくらいで電話してくるなよ。本当に母さんは。どうしたの？泣いてるの？そんな、泣いてなんか。バカね、泣くほど寂しいんなら素直にそう言えばいいのに。やっぱりいつまでたっても子供なんだから。よし、わかった。明日のお夕飯、たくまの大好きなカレーにしてあげる。そうよ、だから元気出してもう一頑張りしてきなさい。わかった、そうするよ。ごめんみゆき、一つ訂正させて。みゆきを手伝うって言ったけど、あれ間違ってた。手伝うんじゃない、僕たちの手で一緒に救おう。僕も一緒に救うぞ。たくまさん、あくも、ありがとう。それじゃ今度こそ戻ろう。みんなが待つあの世界へ。Thank you.
よしよし、もう安心だからな。うん、助けてってなしてだ。違う、僕は変なところに落ちて、とにかく変なとこ。バカ、本気にするな。極限、本当だよ。かわい、どうしてし、ともかくね、まあ行こう。なんでやっぱりあの時お姉ちゃんと一緒にに、教授、教授、ああ意識がないっていうか心ここにあらずって感じだったけど。ミユ、何やってるんだ、早く逃げるぞ。分かってるって。教授はどうだ、動けそうか。ああ情けないな、私は。子供に心配されるとカイト君の爪の赤を煎じて飲んだ方がいいのかな。バッチーからやめた方がいいよ。教授にまでお兄ちゃんのおせっかいウイルスがうつった。普段はうざいだけだけど、こういう時だけだけど。ミユ、聞こえているぞ。くそ、教授。いや、驚かせてすまない。ま、悪態つけるだけの元気があるなら大丈夫そうだな。みんな大丈夫か。そろそろ動くぞ。よし、このまま一気に地下道まで行く。遅れるなよ。ああ、行こう。ねえタクマ、アグモン、僕たちの世界みたい。そうか、それでミユキ、こう霧が濃いと何もわからないな。タクマ、早くここから離れよう。タクマ、今の音。戻ってきて早々すまないが。もちろん、何が出てきても戦うぞ。来るぞ。うん、誰かいるのか。ねえタクマ、この声、気のせいか、誰かいる気がした。ミノレ、だタクマ、お前生きていたのかよ。もう二度と会えないと思ってたぜ。抱きつくと苦しい。ちょっとぐらい我慢しろよ。感動の再会なんだぜ。どうしたミノル、今タクマと言ったか。あ、ファルコモンだ。ハグモン、それにタクマも本当に生きていたのか。よかった、本当によかった。俺はてっきり大げさだな。ところで他のみんなは。ああ無事だ、安心してくれ。葵さんやカイト、ミュウとサキ、教授、もちろんラブラモンやドラクモンたちも無事だ。ミユキは。ああ、そのミユキは
そっか。じゃあその話は後でって、タクマが生きていたって知ったらみんなすっげえ喜ぶからさ。わかった、行こう。帰ってきた。タクマくん、本当にタクマくんなの？おお、無事だったのか。うち正直ダメかと思ってたよ。ただいま。何がただいまよ。もう心配させて。でもアグモンもタクマも無事で本当によかった。心配かけたみたいだね。みたいだね、じゃねえよ。一体今までどこをほっつき歩いてたんだ。まったくだぜ、俺らがどんな気持ちでいたか。まあまあいいじゃん、無事だったんだから。そういうわけにはいかないわ。ねえタクマくん、あなた廃工場で私たちと別れてから一体どこで何をしていたの？この10日もの間。ん？今10日って。そう、10日。お、どうかした？答えて、できるだけ詳しく。葵さん、厳しすぎるよ。でも私たちが生き延びるためには必要なことでしょ。あ、葵さん。戸惑うのも無理はないよ、タクマ君。君が不在の間いろいろあったからね。彼女は常にリーダー足らんと頑張っていた。リーダーっていうよりお母さんって感じだけどな。お母さんどならうちのお兄ちゃんよりマシかも。お兄ちゃんと違って葵さんガミガミ言わないもんね。静かにして二人とも。今は真面目な話をしているの。答えてくれるわね、タクマくん。分かった。元の世界に戻っていたってわけ？ああ、でも僕が向こうにいたのはほんの数時間だけだったんだ。だから驚いたんだよ。こちらでは10日も経過してただなんて。常世と移し世では時の流れが違うか。へえ、時間の流れが違うって。こっちで10日過ごしていても、あ、ここは私たちの世界よりゆっくり時間が過ぎるってこと。へえ、だったら平気だよ。みんなが無事なうちに。違いない。状況は霧がどんどん濃くなってきているのよ。いずれこの校舎も。ねえねえ、元の世界に戻れたならどうしてもう一度この世界に帰ってこようと思ったの？元の世界でピエモンが。のあの野郎、カイトたちの世界でまで悪さしてたってのか。もうこの世界だ。ああ、霧に包まれたこっちの世界が元の世界に悪影響を及ぼしてしまう。だから僕はみんなを助けるために。それでも知ってしまった以上、見て見ぬふりは。タクマ、お前ってやつは。タクマくん、さすがタクマ。で、勢いだけで戻ってきたっては。違う、三段はあった。でも重要な鍵を握っている。みゆきさんが鍵を。みゆきはもうダメだ。期待しない方がいい。そんな簡単に言わないで。みゆは黙ってろ。はいはい、そこまで。たくまくん、なぜみゆき。僕もうまく説明できないんだけど、みゆきの家系が不思議な。お、なんだよ。超能力だから僕にもよくは。もともと巫女の家系、その力でこの世界。実際僕はその。確かにタクマくんが戻ってきたのは事実よね。
じゃあやっぱりユキさんを取り戻さなきゃダメ。できると思ってるの？必要なら。いや、なんでわからねえんだ。お兄ちゃんは元の世界。それはたくまくん、みんな戻ってきてくれて。こんなに時間が流れている。謝らないで。どうしてわからないんだ。わからないのはお兄ちゃんの。おい、かい。ミュウも。はいはい、そこ。たくまくんも戻ってきたし。私も、しょうがない。ありがとう。それじゃあ。さて、葵のご飯ができるまで、うん。でも、その前に話って。え、葵たちと話してる時、まあ葵が、まあでもどこかで話せ。